あそこに何か。舞ちゃん、あそこだよ。あれが新聞屋だったところね。舞ちゃんの調べたいものがあるといいね。行こう。ロット、ストップ。ありがとう、舞ちゃん。何これ、動物じゃない、あの化け物かも。なるほど、禁止区域って感じがするわ。どうするの、舞ちゃん。逃げないと危ないよ。無理ね、とても逃げられそうにないわ。だからここでどうにかしましょう。わかったよ、舞ちゃん。来るわよ。
そうね、ちょっと危なかったけどなんとかなったわね。というかあんたにもいたんだ、その懐いてる化け物。キャ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 、サラサラサラ。わ、私初めて見るよ。これ懐いてるのかな。消えた。不思議だね。すごい埃ね。放置されてだいぶ経ってるわね。誰もここに近づいてなかったからね。ねえ、この新聞屋にいた人ってどうしたの？ね、ロットも聞いた話なんだけど、亡くなったらしいよ。亡くなった？うん、首を吊って自殺したって話だよ。聞かなきゃよかったわ。今は B19 年よね。確かに古いよね。これは事件の資料。黒魔術を用いて床に文様が、ところどころが破れていて読み取れないわ。黒魔術、随分と気味悪いわね。こっちは一般的なニュースのスクラップ記事ね。切り抜かれてるから正確な年代まではわからないか。これは神隠し事件の失踪者リスト。こんなにいるのね。何かあったの？で、それは？これ、薄くて幅が広いけど、きっとお弁当箱だと思うの！違うわ。これはノート PC よ。ノート…何？それ誰？女子寮のメイドさん？ロット、下がって。あなた何のつもり？どうして私たちを寮に戻りなさい！はあ？何をそれ。後ろ！舞ちゃん！こんなすぐ近くにいたなんて。今度は何？マスターではない、あなたをラベージします。なんで PC が。こんな危ないこと一体どうしちゃったの？ロット、怪我はない？うん、大丈夫。それにしてもこれはよくできた活動写真ですわね。そんなわけないでしょ。ロット、ボケてないで現実を見なさい。あなたは確か先月うちに来たばかりの新人メイドさんですね。椎名二宮。それは何なんですか？爆弾ですか？
この辺りでもまだ昔の戦争の爪痕が残っています。危険な爆発物も見つかるって聞いてます。あんた今私をかばってくれたの？それって PC じゃないの？なるべくここの人たちとは話さないようにしたかったのだけれど、これは呪われた PC、 ある天才プログラマーの使っていた道具、アイリス。さっき見た通り、開いて中を見ようとした人間を蒸発死させようとする危険極まりない代物です。 PC が人を殺す？ありえないでしょ。今光が出て爆発したわ。形は PC でもそれ武器でしょ。いいえ、今のはセキュリティ。触れた者の体を蒸発させる呪いを持ったオカルトの類のアイテムよ。まさかこんなところにあったとは思わなかった。危ないから私が預かります。キュルルイチルルルル、キョ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 、サラサラサラ。あら、バグ、あなたたちも使えるの？その子たち。やっぱり見えるんだ、あんたも。そうなんです。うん、ほら。何よそれ、生き物なの？ええ、私たちのように化け物を見ることができる人のことを適正者って言うんだけど、適正者として覚醒した途端、人によっては自分を守護する霊を生き物として生み出すことがあるの。それぞれの魂を表した形でね。この子たちは意志を持つ幽霊、バグ。バグ？よくわかんないけど、早い話、守護霊ってこと？理解がスピーディーね。その通りよ。で、あんたはなんでその PC を探していたのよ？この PC にはね、この世の知識のすべてが入ってると言われているの。でも、開いた人間は呪いでみんな蒸発して死ぬ。ロッド、あんたちゃんと生きて。現代人ならさすがに PC ぐらい知ってなさいよ。そんなこと言われても、見たことも聞いたこともないよ。まあいいけど。ねえ、それなら私の妹のこともわかるってこと？噂通りであるなら知りたいことは多分。でも期待なんてしてはダメ。だって誰もこの PC は使えないんだから。この呪いを解くためにはキーとなるメモリを刺さなければいけないという話よ。あなた何か心当たりない？心当たり、残念だけどないわ。知らないんですね。じゃあもう帰りましょうか。お嬢様、お怪我はありませんか？はい、シーナさん、ロッドは大丈夫です。あんたも私と同じよそ者なのね。ねえ、この町のこと何か知らない？私も来たばかりで詳しいことは何も。ただ、ここは魔術と魔物の渦巻く呪われた町、リズ・ショアラ。外の世界ではオカルトの最重要地域と呼ばれているわ。ワーズ・アース女子寮も何か秘密を隠している。気をつけて。あんたもこの町のことおかしいと思ってるなら、
これから何か分かったら私にも教えてくれない？無視しないでよ。ったく。ああ、おはよう、舞ちゃん。おはよう。舞ちゃん、なんだかすごく疲れてるね。もしかして寝てないの？ええ、いろいろ考え事しててね。あんな危険な目にあったんだもんね。それもそうだけど、この町のこと結局詳しく調べられなかったし。そうだね、化け物のこととか椎名さんとかいろいろあって結局何も調べきれてなかったね。でも無理しちゃダメだよ、舞ちゃん。倒れちゃったらどうするの？大丈夫よ、このくらい。舞ちゃんが元気じゃないとロットは嫌だよ。だから辛いなら言ってね。すぐに保健室に連れて行くからね。無理そうならお願いするわ。絶対だよ。なんなら今日は二人で具合悪いって休んでずっとベッドで温めよう。ちょっとでも見直した私がバカだったわ。ははは、冗談だって舞ちゃん。まあでも気が少し楽になったわ。ありがとう。どういたしましてだよ。いろいろ考えても仕方ないわね。よし、どこ行くの？じっとしてるのも嫌だから、ひとまずこの辺りをまた探ってみようかなって思って。わかった、じゃあロットも一緒に行くよ。